皆さん、こんにちは、ひろきです。今日は体重測定の日だったんですけれども、配信するのを忘れていまして測定はしたんですよ、朝。はい、タスクリスト通りに。発表するのを忘れておりましたので、今発表させていただきます。さて、今週はどうなったでしょうか。こんな感じでございます。ちょっとリバウンド、まあリバウンドにのうちに入ってないかな、 300g ぐらい増えました。はい、そうなんですよね。ちょっとね、ウォーキング始めたのに増えちゃって、ちょっと悲しい結果ですけれどもね。え、頑張りますね。はい、これから少しずつ暖かくもなるでしょうし、もっと歩くように頑張ります。はい、あと20キロか、頑張ります。これ見てる人どう思いでしょうかね。もうこの人無理じゃない、このまま行くんだよ、多分このままこの人の人生は85キロの人生だよって思っていませんか。僕もちょっとそんな気が。ってそんなわけないでしょう。頑張りますよ、私は。はい、減らすんですから。減量というか元に戻すんですから。はい、私は最近やることも増えてきたし、人の前に立つことが増えてくるので、これからちょっとお恥ずかしくならないように頑張りたいと思います。はい、ひろき頑張ってっていう人はぜひいいねボタンをお願いいたします。あとコメントお待ちしております。お前はそのまま豚野郎だとか、そういう汚い言葉でも僕は SM どっちでもいけるんで大丈夫です。ひろきさん頑張ってとかも全然構いません。喜びます。あとチャンネル登録お願いします。体重見たくてチャンネル登録する人なんていないと思いますが、一応言っておきます。それではまた別の配信でお会いしましょう。さようなら。